どんな試合でした？試合はそうですね、距離が思ったより遠くて、ちょっと手がずった部分はあったんですけど、アップからずっとやってた、飛び下げり、走っていく飛び下げり、それで決めようと思ってたんで、それが本当にバッチリと入ったんで良かったです。本当に決めようと思ってたんで。自分の思い通りに。そうですね、ハーゲキ勝って、本当はもう一段目最初から走っていこうと思ったんですけど、ちょっと戸惑って、気がすぐ行こうと思って、それをうまく入ったんで良かったです。じゃあ、藤田選手ですね。はい、まあ、そうですね、キリタオスとは言ってたんですけど、まあ、相手実際パンチの選手なんで、パンチで勝負しようと決めてたんで、どれぐらいでも速い具合に、まあ、前回倒せなかったんで、リカリモードのナスカテージに出たんじゃないかなと思います。一つ目のダウンで心を打ったというか、そのような感じを僕は見えたんですけど、そうですね、本当にもうそこでもう勝ったなと思ったんですけど、まあ、でも変にこう躊躇するとやられると思ったので楽しみにしました。先ほども完璧な1年だったと思ったんですけど、今後の何かあります？まあ、そうですね、まあ、完璧ではないんですけど、本当に短かった1年間、本当にいろんなことがあって、まあ、ライジン出てから1年、最初はノックアウトから始まり、で、まあ、サイゲプスさんにスポンサーついてもらって、CEO を任せてもらい、本まで出して、学生という本を出してもらって、本当にこう長いようで本当に短い期間で、まあ、あとどのぐらい続くか分かんないですけど、来年ももっといい年にしたいと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。今回のトーナメントは本当にずっとこのライジンに出る時から、まあ、ライジンでキックをやりたい、キックの素晴らしさを見せたいんだということをずっとおっしゃっていて、もうちょっとこのトーナメントの記者会見なども拝見してましたけれども、ちょっとこれまでにないちょっと先というか、もう本当に負けられないんだと、まあ、言い出しっていうのもあったと思うんですけど、かなりそういう、なんていうんですか、いい意味でのこうプレッシャーがあったと思うんですが、いかがですか？そうですね、なんだろうな、これで自分が優勝できなかったら、やっぱり、まあ、キックボクシングダメじゃんと思われてしまうので、まあ、今は本当にキックボクシングイコール那須川天心になるように頑張っているので、まあ、それが大事な舞台でキックボクシングできたということは本当にいいことだと思うので、しかもいい試合でいい勝ち方で倒せたので、まあ、キックボクシングMMA だけ見せた人もやっぱキックボクシングもいいかなって思ってくれたとは思います。最近では本当にキックボクサーに限らず、他のジャンルのスポーツ選手も同世代の選手も天心選手を意識するような発言が出たりとか、やはりこうテレビなどで発信している力はすごいなと感じるんですが、その辺に関してはいかがですか？そうですね、本当に嬉しいですね。やっぱり同年代からも負けたくないんで、やっぱ他に注目されている同年代の人はやっぱり自分と同じにされたくないなっていう気持ちはあるので、どん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 そういう選手からも引っ張っていくような存在になりたいですね。試合後には世界中に強い、最強トーナメントの提唱をされておりますが、キック、こちらが、ライジンのリングで、キックの最強トーナメントを上手に提唱したいという。そうですね、キックボクシングは上位大事というのはないんで、そこで世界一強い世界王者決定戦やれば本当に盛り上がるんじゃないかと思って、はい、います。で、試合後に、ファンの皆さんに次は誰と見たいですか発言で、まあ、ある選手の名前が飛び交いました。その選手とはトーナメントでやりたいのか、それともワンマッチでやりたいのか。そうですね、何でもいいですね。もうまあ、ファンの皆さんがこう見たいカードをやるのが格闘家だと思うので、格闘家として僕は見てきました。
皆さんに決めてもらえばいいなと思います。はい、あの本も拝見しましたけれども、あのよく他のジャンルのサッカーとか見に行ってお客さんたくさん入ってるのを見るとすごく悔しい思いになるという発言が、あの書かれてましたけれども、まあ、これから最後のスーパーアリーナの枠にとらわれず、もっと大きい会場で、まあ、格闘技を広めていくために来年も頑張っていくということです。その通りです。はい、頑張ります。あと質問。お疲れ様でした。ライジンのリングで MMA をやるのとキックやるのとやっぱりちょっと違いますね。いや違いますね、だいぶ違いますね。あの緊張感というか、もう本当全く違う距離だなって思います。改めてキックの良さ、難しさも分かったって感じですか。そうですね、あのお客さんを盛り上げるのもやっぱり MMA を見に来ているお客さんの方が多かったと思って、はい、そういう人にも分かりやすい感じの方がいいと思います。ちょうど1年前ライジンのリングに上がった時と今って心境とだいぶ変わりました。だいぶ変わりましたね、本当に変わりました。一回1週間3秒上げてるぐらいです。改めてライジンのリングってのはいいな、すごいなって部分ってやっぱありますね。いや素晴らしいですよね、本当に。なんだろうな、あのお客さん全員がこう個々の試合を楽しみにしてるというか、興行を本当に楽しみに来てるって感じなんで、あの本当にこうあったかいなというか、もっともっと大きな会場でもやったら全然埋まると思いますし、素晴らしいなと思います。キックボクシングももっともっとどんどんこういう風になっていかないといけないなというのは感じます。ありがとうございます。今日近いタイミングでメインで堀口選手が優勝したと思いますけど、そうですね、あの本当にすごいなと思いますね。一日みんなトーナメントやって、あんだけ勝ち方して、あんだけすごい試合して、やっぱり本当に元 UFC の選手になって、でもレベルが違うなと思いました。はい、今週もあんだけ見たいと。そうですね、いずれ本当にあの機会が来れば、挑戦者としてチャレンジしてみたいです。それは僕の身がグローブ。そうですね、やっぱ MMA だというのは多分すぐやられてしまうと思うので、最初はボクシングで、その後は MMA で行きましょう。楽しみだね。はい、ありがとうございます。那須川選手、MMA、ダイニングで、政治プレイはもうあまりやりたくない。いや、やりたくないわけじゃないです。あのオファーがあれば、あの機会があれば、ぜひ一度もやりたいなと思ってます。来年は早々にあのカードの試合も決まってますけど、あれは2018年の1戦目。そうですね、最初だと思います。まあ、去年はあんまり長い多めに試合しないっていう9試合して、今年こそは期間を上げて試合するって言って、また9試合したんで、ただ来年も9試合ぐらい進んでるんだけど、それはもう格闘家なんで、やれって言われたらやるしかないんで、まあ、来年もずっと続けたいなと思います。優勝賞金は何に使われるんですか。そうですね、まあ、ジムのみんなで、旅行でも行きたいなと思います。なかなか休みが長かったのもありますし、みんな応援来てくれてますし、あとまあ新しく、自分のジム、てっぺんジムが11日にオープンするので、その経費を使いたいなと思います。はい、すみません、もう一つだけ、去年が中1日の2試合で、今年が1日2試合でした。調整法としては、どちらの方がやりやすかったですか。それはもちろん、もう1日2試合の方がやりやすいですよね。もうその日に集中してやってるけど、1日上げちゃうと、もう痛いとこ出てきますし、アドレナリンがなくなるので、やっぱり1日でやりたい。今年はファンの皆さんに1回タオルを飛ばせてあげて、まあ、よかったなと思います。I just want to have one question. First of all, congratulations for the Sweden tournament. And I told some people here before
And when we saw the arena, the people, the cheering going, but your name is very huge supported for the people today. What do you think about this? Do you think your popularity is still growing and can grow much better in the next couple of years? でサポートしてくれる人の数もすごく大きくなってきてるんですけども、そういうことをどう感じていて、この今から2、3年後でそれがさらにどうなっていくような予感がありますか？いや、そうですね、本当にありがたいですよね。こう毎試合毎試合歓声も大きくなってきますし、応援してくれる方も増えてくれて、スポンサーの方も増えてくれて、本当そういう人たちのためにも負けてられないなと思いますし、どん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 僕を見たいって思ってくれるような人が増えていけば、もっともっと格闘技人口増えると思うんで、そのためにも、まあ、来年再来年ずっと頑張り続けたいなと思ってます。Yes, I really appreciate that. You know, people start supporting more. There's more audience supporting me. The big, huge applause and the sponsor for me, new sponsor for me as well. And there are more reasons that I cannot lose. And the more the audience wants to see me, the better I do. And that's going to support the popularity of martial arts. It's going to get increased by many times, so I will keep on going with this pace. Any other questions? Is it okay?じゃあ最後に写真撮影で終わりたい。はい、ありがとうございます。はい。